世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。えー、今日も東京からお話をしています。えー、創世紀の12章の一節を読み出します。主はアブラムにせられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。アブラム、後のアブラハムはこの時神様の言葉を受けました。そして従ったのですね。その結果 神様の計画がそののアブラハムにししてきました神様の計画は皆さんの人生また私の人生にとって最高のものです神様に従う時私たちはそれを与えられるのです私はですね神様に聞き従うように導かれ神様に従うという決心をいたしましたそして神様の働きそして神様の計画が 私に現れてきたのです。しかし私にとって大きなマイナスがありましたそれは何かというと私は人前がダメなのです赤面症になってしまったりそして硬くなって喋れなくなってしまったり、えー、いつも恥ずかしい思いと情けない思いを繰り返しておりましたしかし その私の神様の計画は何だったのかって言いますと人前に出る説教者のそのような計画でしたこれは私の性質とは逆であり私の能力とはまるで逆の言葉でしたしかし神様に従った時に素晴らしいことが起こり始めたのですそれはですね 賜物が与えられてきたのです。人と接する賜物が与えられ、話す賜物が与えられ、さらに大胆に話す賜物が与えられてきました。私はそれを見たときに驚きました。私が一番多くの人生の前で話したのは、ブラジルのテレビ伝道でした。まあえー、話によると1000万人の前で、 話したたとということだったんですね。でその時私は3つのカメラに向かって自由に話していたのです。そしてですねその働きを終えたんですが私は神様に感謝しております。何を感謝したのかっていうと従った時に神様の計画を行う特別なたまものが 私に開かれてきましたそしてですね神様はそれを全うさせてくださったのです皆さんに神様の計画がありますそしていろいろな素晴らしい計画があるでしょうそしてその計画を全うする力は皆さんにないかもしれませんしかし神様に従うのならばそれを与えてくださいます 私は人,で人前で話すことができず、赤面症で,で、いつも情けない思いをしていたのに、1000万人の前で話すという、そういうような賜物を与えてくださいました。神様に信頼しましょう。神様は皆さんに最善なことをなさってくださいます。どうもありがとうございました。